はい、アットセブンティーンのあかりんとカニパンです。日本放送は毎週金曜日の夜9時30分から10分間だけオープンする架空の店舗型ラジオ番組、アットセブンティーンのご帰宅しませんか。第18回放送をお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ラスト、そうなんですよ、はい、7月担当のあかりとカニパンが今回の放送でラストと、はい、なりましたね。ということで、はい、どうでしたか、あの1ヶ月間ラジオ。いや、早かった。早かった、めっちゃ早かった、はい、秒だった。え、もう終わりみたいな、うん、もうちょっとやりたかったよって感じですよね。ねえ、はい、ちょっと、うん、慣れなかったな。え、本当ですか、うん、早すぎてだってもうアカンさんもめっちゃ いっぱい言ってたからさ。いや、もうそれは本当にもう最悪食べすぎちゃったね、お腹いっぱいになりました。本当いっぱいよかったですね。でも、あかんさんはラジオをがっつりやるの自体初ぐらいじゃないですか。初だね、やっぱり2回目だもんね。私はあ、このご帰宅しませんかは2回目でやってました。うん、うん、どうでしょう、どうだったって。うん、いやでもゲストさんが、うん、もう大石さんも前田さんも大物すぎて、うん、うん、そうですね、うん、やっぱりちょっと頑張らなきゃなって。でもなんか今まではゲストとして私たちは出演することが多かったじゃないですか、うん、いろんな番組で私たちが迎えなきゃいけないのって大変ですね。いろいろ、なんだろう、情報を聞き出さなきゃいけないから、うん、そうですね。でも気になることはいっぱいあるんですよ。でもなんかどうやって聞いたらいいんだろうとか、どうやっぱ聞いてることしかできないじゃないですか、うん、リスナーさんとかは。だから言葉でうまくその人たちのことを伝えるのとかすごい難しいなと思って。難しいよね、うん、だからもっとなんか、おいさんはこんな人だった、かまいたちさんはこんな人だったっていうのはもっと言いたいことはいっぱいあるんですけど、なんかね、どうやって伝えればいいか、ちょっとまだ語彙力とか勉強不足なので、またね、戻ってくる機会があればレベルアップして戻ってきたいですよね。語彙力鍛えたい。何ですって？語彙力鍛えたい。語彙力です。語彙もうそこからなんだね。え、今ガチですか？ちょっと待って。語彙力？語彙力、語彙力なの？語彙じゃないんだ。語彙、いはこの感じのいいです。あ、失礼いたしました。伝えて。ちょっとあかんさんリーダーなんですけど、こういうところがあるのでほっとけないんですよね。感じがね、弱いですよ。そうですね。ちょっと今日もあのニックネーム授与あったじゃないですか。私読めるかな、あかんさん大丈夫かなと思って。でもあれね、多分放送聞いた人分かると思うんですけど、ちょっと間間分かる、なんかちゅ、あれ、よ、みたいな。そうちょっと迷いました。うん、そう迷った。でも10まで読めたなら全然大丈夫。そう、授与って言って誰からも何も反応なかったから、あ、よかった、パニックと思って。そこを不安に思わないで。先週やったじゃないですか、成就じゃないよって、授与だよっていうのやったじゃないですか。ありがとう、カニパン、はい、一般の授業を受けました。いやいや、私もそんなマジで感じ強くないですけど、はい、カリパに2回目どうだった？あ、2回目ですか。いや、やっぱりでも前はなんだろう、私たちが勝手に喋るみたいな感じだったから、うん、結構気楽だったんですけど、うん、今回はあのいろんな方の話も聞けたのですごい勉強になりましたね。違うジャンルの人の話は聞けるじゃないですか、やっぱり、うん、だから、あ、こういう風に考えてなんか曲作ったりとか歌詞考えたりとかネタ作ったりとかしてるんだなみたいな、すごい私たちにはない脳みそっていうか考えたから、すごいなってただただ勉強になりましたね。でも私すごい思ったんだけど、カニパンってなんだろう、幅広いよね、知ってることに関してが。いや、でもいろんなこと知ってるから、お笑いもそうだし、アニメの方もそうだし、いろんな分野知ってるからすごい。いや、なんか全部一通り好きになったらめちゃくちゃギュッみたいな、なんかマス、なんかこれしかみたいな感じになっちゃうので、もう全部手つけちゃうんですよ。で、一通り分かるけど、でもそんなに深く知識はなくて、だからちょっとこの次からはもっと追求したいなみたいな。え、でもすごい冒険家で、すごいなと思った。え、本当ですか、うん、でもあかんさんの漫画2000冊とかの方が私はすごいと思いますけど。いや、私もそれしかない。いやいやいや、まあでもアニメとか漫画はね、キリがないですもんね、見たら。そう、一途になっちゃうから、うん、そう、そっちのことに。だからカニパン、いろんな分野も、え、めっちゃ褒められる、結構嬉しい。すごいな、冒険家だなって。いや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 、そんなことないですよ。
人でやってて気づいたここが変みたいなのありますかっていうメールがこの前届いてたんですけど、うん、私はお母さんは大声すぎてなかなか家に帰れないみたいな、家に帰るまでにいろんなトラップがあってファミレス行ったり定食屋行ったり牛丼食べに行ったりとかいろんなところに寄ってって家に帰らないのがマジで意味が分かんないみたいな話をしたんですけど、逆にありますか？カニパンの意味が分からない、ここが変みたいな、その新たに気づいたお互いのここが変みたいな。私ね、はい、ここが変、新たに気づいたとかじゃなくて、はい、カニパンが最初カニパンのことを知らない時から、うん、カニパンのネーミングセンスって思ってたよ。待ってみたいな、うん、なんでカニパンにしたみたいな。え、だって好きな食べ物だから、好きな食べ物を、はい、いや、カニパンなのは、まあ、確かに分かるけど、うん、なんかもっと他にあったよねと思った。え、なんか餃子がとか好きなんですけど、さすがに餃子ちゃんはちょっとなんかね、うん、でも私カニパンで良かったなと思いました。だってカニちゃんって呼ばれるからです。カニ、うん、カニちゃんで良かったと思う。カニちゃんで良かったです。カニちゃんが良かった。でも私カニアレルギーなんですよ。あ、そうなんだ。カニちゃんだとそれはそれでなんかいやアレルギーなんだけどなみたいな感じになっちゃうから。でもカニパンっていう名前聞くたびにカニパン食べたいってなっちゃうもん。あ、イエーイ、食べてください。あと、うん、カニパンのやっぱオリジナルアイコン見ました？私たちの、それはもういいよ。7月の一番最初の、それはもういい、はい、一番最初のラジオね、7月初めの最初のラジオのアーカイブ、うん、聞きましたか皆さん？あのアフタートークですよね。アフタートークアイコメしましたね。そう、あれを見てからめっちゃ振られるんですよ。いや、私も振られる。え、やってよみたいな、ちょっとアイコメやってみたいな。おいしくない、やめてもういいから。カニパニパ、そんなん言ったらあかんさんなんか。いやいや、カニパニカニカニパっておかしいでしょ。こうやってやって、なんでこっから愛情出るの？こうじゃないんかいみたいな。アイドルだから。あ、すいません、アイドルは違うんだよ、そこも。はい、はい、じゃあちょっとお知らせをしちゃいましょう。そうだね、はい、はい、では、はい、まずはですね、8月4日と5日ですね、今年も東京アイドルフェスティバル2018に出演させていただくことが決まりました。はい、タイトルも出てるので、ぜひあの Twitter の方をご覧ください。あれ、待って、明日じゃないこれ。お、明日じゃん。明日です。明日です。明日、明日の東京アイドルフェスティバルに出場しますので、ステージはフェスティバルステージとなっております。で、5日目はスカイステージです。はい。はい、あの分班の時間とかはね、ツイッターで見ていただいて、あの水分補給めちゃくちゃしてください。暑いので、はい、熱中症にだけは気をつけてください。2リットルは多分余裕でお水飲むんで。あの現地調達でいいと思うので、最初は絶対 500ml 必ず持ってってください。あと、あの汗めっちゃかきます。タオルとか着替えは何個あってもいいと思うのでお願いします。はい、あとは8月の18日に大人マシンスタジオであのライブがあるので、ぜひお越しください。そして9月の26日にはニューシングルが発売されます。明日タイトルが発表されるので、ぜひね、楽しみにしていてください。明日ね、初お披露目なので。あ、これ言っていいやつ。あ、言っていいやつだって。明日、みんなの前で見せちゃうので、はい、いや緊張する、楽しみ、ね、どんな反応なんだろう、ちょっと、ね、気になるね。気になりますね、ちょっと楽しみ。はい、ぜひ見に来てください。はい、はい、そして10月7日日曜日にはシダックスカルチャーホールで明日2回目のワンマンライブがあります。2部制で1部はお嬢様限定、2部はお嬢様ご主人様ご帰宅いただけるので、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、じゃあ本放送アップセブンティーンのご帰宅しませんかは毎週金曜夜9時30分からです。野球中継が伸びてしまった場合も、日本放送のホームページ上番組ページからアーカイブで聞くことができるので、ご主人様お嬢様のご帰宅をお待ちしております。はい、では最後、最後だよ、ありがとうございました。最後のまた一緒にお仕事します。そうだね、カニパイルと安心するから。いやいや、そんな、私も嬉しかったです。はい、最後、7月担当のお二人とカニパンでした。はい、じゃあ最後の掛け声を聞いて終わりにしたいと思います。はい、それではアットセブンティーンのあかりんとカニパンでした。またのご帰宅お待ちしております。せーの、いってらっしゃいませ。ご主人様、お嬢様、バイバイ、ありがとう、バイバイ、またね。